警察と消防によりますと、今日午前2時46分ごろ、浜松市中央区千歳町で近くにいたタクシー運転手からビルの2階から黒煙が出ている、火が少し見えると通報がありました。消防車16台が出動し、火はおよそ6時間後に消し止められましたが、木造2階建ての店舗を兼ねた住宅1棟が全焼しました。この火事によるけが人はいませんでした。警察と消防で火が出た原因を詳しく調べています。